県はおととい、県内全域にツキノワグマ出没注意報を発表しました。冬眠明けの母グマが子グマの餌を求めて行動範囲を広げる恐れがあるとして注意を呼びかけています。東北森林管理局が去年秋に実施したクマの餌となるブナの実の結実調査の結果は、5年ぶりに波作だったことが分かりました。 ブナの実が豊作または波作の場合はクマの栄養状態が良くなり出産が増え冬眠明けの母グマが子グマの餌を求めて行動範囲を広げる恐れがあることから県はおととい県内全域に月のワグマ出没注意報を発表しました具体的にはクマの出没が確認されている場所には近づかない山に入るときは複数で音を出しながら歩く それに生ごみや野菜、果実の残骸は適切に処理するよう呼びかけています。